カナダ沿岸警備隊機カナダ沿岸警備隊はカナダの沿岸警備隊水産海洋省に属し人員は約4500名本部はオンタリオ州オタワにある沿岸警備隊セントジョンズ基地に停泊中の中型砕氷船ヘンリーラー船管轄地域カナダ沿岸警備隊は政府の重要事項と経済繁栄を支持しカナダ水域の地域安全治安 安全保障に貢献する。カナダ沿岸警備隊の権限は海洋法及びカナダ海運法の海洋及び内水をカバーするよう運用されている。ありがとうございます。